どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。えー、本日はですね、えー、マリオットボンボイホテルの e ギフトカード購入20%オフキャンペーンっていうのはね、えー、今来ておりますんで、えー、解説ね、えー、やっていきたいと思います。ちょっとね、短期間のキャンペーンっていう風になっておりますんで、その点ね、ご了承いただければなと思います。 それとですね、このキャンペーンなんですけども残念ながらね、これ日本の方宛てのキャンペーンではないということで、まあ、私、今回ね、実際に購入してね、ゲットできたので、まあ、大丈夫だと思うんですけども一応、ね、購入される方は、まあ、自己責任でね、参戦していただけたらなと思います。 まずね、こちらの、えー、マリオットボンボイホテルの e ギフトカードって何ですかっていう方ね、まあいらっしゃると思うんですけども、まあ私もですね、今回初めて購入するんですけども、えっ、ー、とマリオットボンボイホテルにはですね、e ギフトカードっていう、まあなんて言えばいいんですかね、まあアマゾンギフト券みたいな。 まあそんんななよようなねねああのギフトカードがあるんですよ、ねまあ、もちろんギフトカードということでまあ、自分にも買うことができますし、まあ、誰かにね送ってまあ利用していただくみたいなプレゼントみたいな感じでもね利用できるこのカードなんですけども、まあ、これがねマリオットボンブーホテルでは売られてるんですよね <laughs> まあマリオットボンブーホテルで売られてるっていうよりかは、まあ、こうあの購入のねサイトがあるんですよね公式サイトで。で まあこのギフトカード自体はですね、まあホテルの宿泊費の支払いとかね、レストランとか、まあスパとかそういうものにね、まあ利用できるっていうものになっております。まあ今回これがね、20%オフということなんで、まあ簡単に言うと、このギフトカードをね、まあ購入して、マリオットボンイボホテルね、宿泊費に当てればね、 20%オフでねマリオットボンボイホテルね、まあ、宿泊できるっていう形になるわけなんですよねで今回のこのキャンペーンなんですけども短いですこの動画が出てるのが5月14日にこちらの動画発表させていただいてるんですけども期間が5月17日までっていうことになってますんでまあだいたい3日間ぐらいしかないですよね ですのでまあ、その点注意してくださいねで今回の購入ギフトカードは20%オフでね購入することができますでこのギフトの種類なんですけどもあのー、公式サイトねあのー、こちら出しておきますけどもすごいたくさんのね種類がありまして20%オフの対象のギフトカードはね1000ドル 500ドル、250ドル、100ドル、50ドルっていう風になっておりまして、まあすべてのギフトカードが20%オフでね、購入することができます。で、こちら購入上限なんですけども、1日あたりね、まあ5000ドルまで購入できるということで、まあこちらね、 1>, 1日5000ドルっていうふうになりますんでその点はね、まあ、5000ドルで、ね、毎日買う方、まあ、いらっしゃらないと思う,と思うんですけども一応ね上限は5000ドルっていうふうになっております。 受け取り方法なんですけども、まあ、実際に購入するとですね E メールでこのギフトカードが、まあ、送られてくるっていう感じになりますで有効期限はね、えー、ないっていう感じになってまして一応ね利用できるホテルなんですけども、まあ、基本的には全部のホテルでね利用できるんですけども一応対象外のホテルはねブルガリホテルデザインホテルズホームズ えー、ビラズバイマリオットインターナショナル、えー、リッツカールトン、えー、ディスティネーションクラブっていうことでまあこちらでは利用できないっていう感じになっておりますで注意点なんですけども冒頭にも言った通りねこちらのキャンペーンは、えー、日本人のねあの在住の方宛てのキャンペーンではないので まず購入するときに、あの、アメリカの住所のね、えー、入力が必要になります。で、私も実際に購入させていただいて、まあ、ニューヨークのホテルのね、住所を入れて、まあ、あの、決済したわけなんですけども、まあ、こちらね、突破できましたんで、まあ、問題ないと思うんですけども、一応こちらの入力がね、必要っていうふうになります。 次に、決済でね、使えないクレジットカードがどうやらあるみたいで、まあ私はね、s p g アメックスでね、決済することができたんですけども、まあ一部ね、使えないクレジットカードもありますので、もしね、クレジットカード弾かれてしまったっていう方は、まあちょっと別のカードね、試してみるようにしてください。で次にね、マリオットボンボイのね、この e ギフトカードなんですけども、残念ながらね、マリオットボンボイの ホテルの方がここの存在ねね知らないことがあるんですよ、ね、まあ、ちょっとねホテル側でサービスされているもので、まあ、ホテルの人がねまあ、知らないっていうのはねちょっとねあの残念な部分であるんですけども特にこの e ギフトカードの存在はですねホテルの方知らない方がね結構いらっしゃるみたいなんで使える場合であってもちょっとね時間がかかったりとかねちょっとそういう手間はねあの なくはないかなっていう感じがしますこちらの利用できるホテルプランなんですけどもあの事前決済ってありますよねまああの事前にもう、えー、決済をね完了してまあホテルに行くまあ一番安いプランだと結構これが対象になるんですけどもこの事前決済プランだけにはこのい、e、いギフトカードっていうのは利用できないんですよねまあというのを予約の段階でねこちら 予約完了と同時に、あのー、決済ね降りてしまいますんでこの事前決済プランに関してはこちらね利用することができないっていうふうになっておりますでマリオットボンボンホテルのこの決済自体はまあドル円でね決済するっていう感じになりますんでまあこちらは海外に決算なで,でまあそれは当たり前なんですけどもこちらね利用する際も このの為替の影響を受けてしまうんですよねこれもね一応ありますんでその購入した時のレートもありますしこの利用する時もねこのレートっていうのがありますんでそちらもね注意していただけたらなと思うんですけどもまあね20%ねあのオフで購入してますんでまあ、こちらのねあの利益を持ってかれるほどね為替の影響はね受けないと思いますんで一応あるってことだけね覚えておいてください。 それではねあの実際にね購入して,していきたいと思うんですけどもちょっとここら辺、ね、購入画面出しておきますけどもまずねあのこの動画の概要欄にこちらのキャンペーンのねあの対象の URL 貼っておきますのでそこからね行っていただければなと思うんですけどもまずねこちらのサイトに行ったらですね一番最初1000ドルの えー、ギフト購入ギフト券購入の、ねえー、画面になっておりますので、えー、ブラウザーカーズっていうところで選択していただいてあの確実にねあの自分の欲しいギフトコードを、ね、選択するようにしてくださいね。 まあこちらもちろんね、1000ドル購入したい方はね、まあいいんですけども、そうじゃない方、少額決済ね、あの一番最初はしていただきたいと思いますんで、まあ、こちらね、選択していただくと、えー、他のね、ギフトカードこんな感じで出てきますんで、えー、そちらね、とりあえず選択していただいて、あの利用していただけたらなと思います。で、えー、選択するとですね、えー、名前とギフトコードが送られてくるね、メールアドレスね、入力する画面になります。 まあこちらね、まあ見ていただければね、そこまで難しいこと書いてないと思いますんで、まあひとまずね、こちら書いてある通りにね、入力していただけたらなと思います。 で下の方にね、デリバリーデートっていうのが、ねえー、書いてありますよね、まあ、こちらねいつ配達されるかっていう画面なんですけども、まあ、こちらね選べる、えー、日付の、えー、一番早い、ね、日付を、えー、選択するようにしてくださいそれでね、えー、全ての記入が終わりましたら ADT2 カ、えートっていう感じで、えー、カートに、ね、入れるようにしてください そうするとね、チェックアウトっていう感じで、こちらでいいですかみたいな画面が出ますんで、次のページにね、行っていただけたらなと思います。そうするとですね、まあ、詳細っていう感じで表示されますんで、そこでね、Begin the アウトを押していただくと、メールアドレス確認の画面になりますので、メールアドレスね、入力するようにしてください。 えそうするとですね、えー、クレジットカード入力画面になりますんで、まあ、こちらでね、えー、カード番号を入れていただいて下にですね 住所入力する画面がありますので先ほど言った通りりこちらは日本の住所が入れられませんのでカントリーのところでアメリカまあどこでもいいんですけどアメリカみたいな感じでステートの場選ぶ画面でねニューヨークとハワイとかねそういうところを選択する必要がありますでその次にですね郵便マンゴー入れる画面もありますのでそこはね郵便マンゴーグーグルで検索していただければすぐ出ると思いますんで まあそちらに入れていただいてもいいですし、まあ、ニューヨークだとねこんな感じで入れれば、えー、突破することができますでね、えー、一番下の方にねオーダートータルっていうことで50ドル分の購入で10%ね、えー、オフっていう感じで、えー、決済できるようになっております、えー、そうするとですね「えー、あなたのオーダーは?」みたいな感じで購入完了の、ねえー、画面が見ることができます でこの画面が出てから実際にねギフトコードが到着するまで1日からね3日間程度ねかかるっていう話になっておりますんでしたらまあいいギフトカードのね到着を待つっていう感じになります。 いかがだったでしょうか今回はマリオットボンボンホテルの e ギフトカード20%オフ購入キャンペーンね、解説させていただきましたけども、まあちょっとね、自己責任はなるんですけども、ホテル自体がですね、20%オフで宿泊できるのであれば、まかなりね、おすすめのキャンペーンというふうになっておりますんで、もしね、 今後、マリオットボンボーホテルね、優勝で宿泊される予定の方はですね、ぜひ狙ってみてはいかがでしょうか。ちなみになんですけども、今回ね、私 s p g アメックスでね、今回この e ギフトカードね、購入させていただいたんですけども、マリオットボンボーホテルでこの s p g アメックスをね、利用すると、1ドルに対して倍のね、ポイントが貯まるように、このクレジットカードはなっていると思うんですけども、こちらね、無事ね、 えー、付与されましたんでこの e ギフトカード購入に対しても、えー、2倍の、ね、ポイント、えー、ゲットすることができますんで、まあ、そちらも、ね、覚えておいていただけたらなと思います実際に、ね、ホテルで利用する場合 マリオットボンボイホテルのね、アプリありますよね。あちらで、あの、事前にね、あのー、チャットを使って、あの、利用する旨をね、あの、送っておくとえ、かなりね、利用する際にスムーズに利用できると思いますんで、まあ、そちらの機能もね、せっかくありますんで、ぜひね、あの、チャットを利用してね、このマリオットボンボイホテルのね、e ギフトカードを持ってることを伝えて、利用したいっていうのをね、伝えておくと、スムーズに利用できますんで、まあ、こちらもね、 おすすめの利用方法となっておりますんで、ぜひね、参考にしてみていただけたらなと思います。えー、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローをチェックしていただけるととても嬉しいです、えー。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。